はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんにねちょっとご紹介をしておきたい史上最強モンスターがいまして、皆さん神殿のマンティコアというモンスターご存知でしょうか。あ、ご存知ない、これねこれ最強モンスターなんですよ。レベル6、炎属性重戦速、自分のメインフェーズにデッキから地割れまたは軸抱きを手札に加える最強このね地割れおよび軸抱きという最強の魔法カード、これ2枚ともどっちかサーチできるというね、そういう最強のモンスターになっています。でこいつ結構実は出しやすくて、このカードが墓地に存在している場合ね、手札また墓地から地割れか軸抱きを除外すると出てこれますという、まあ、単純に結構特殊召喚しやすいレベル6のモンスターになってるんですね。で地割れと軸抱きが、墓地にあればいいので、手札が墓地にあればいいので、まあ、墓地肥やしちゃえばいいと、まあ、マンティコアを墓地に叩き落とせればいいということで、まあ今回はパンクが入ってるんですけど、まあ、ティアラメンスとも相性いいと思いますし、普通にだからティアラパンク系あと石付けの、 あのギミックとは非常に相性がいいので、まあ、これはライトロードとかでも相性いいです。ライトロードとかも相性いいんで、まあ、それは何でもいいんですけど、まあ、今回は、パンクと組み合わせております。で地割れと軸だけがこれ実はちょっと強くて、これ対象取らない破壊なんですよね。例えば地割れだったら相手フィールド上の攻撃が一番低いモンスターを破壊する、まあ選べないですけど、自分が選べないですけど一応対象に取らない破壊なんですよ。で軸抱きも、守備力が一番高いモンスターを破壊するということで、これも別に対象取らないと。あ、ちなみにこの軸抱きの腕がね、この軸抱きの腕がなんと神殿のマンティコアさんでしたっていうのがね、なんか何年ぶりだっけ、20年ぶりくらいに分かるっていう、なんかこの手の主が誰だったんだ、あこいつだったんやっていうのが、これ最近のカードなんですよ、これマンティコアがっていうのがなんか最近分かるっていうね、やっぱ遊戯王っておもろいなと改めて思ったんですけども、これをねサーチできるのね、意外と強くて、高校マックにも使えるし、先行でサーチしといて3ターン目から打っていけば、まあ、普通に1枚除けたわけだし、なんかこれそこそこ強いので、まあ、今回はこのギミックを使っていますね。で、まあ、普通に動かしていくギミック、デッキのギミックとしてはパンクビーステッドです。はい、アサルトシンクロンとかパンク入れて、パンクギミックを使って、まあ、墓地壊していって、で、まあ、マンティコア落としてマンティコアもまあ出せればいいなと。でマンティコアがレベル6なんでね、アサルトシンクロンとかあとシノミネクロと一緒に8シンクロンできるのがめっちゃ強くて、まあ、カオスルーラーとか、アクセルシンクロンとか、まあ、この辺のモンスター結構出せますんでね。で、一応まあ大体40枚デッキが基本的には多いかなと思うので、52枚にしても芝刈りは別に打てるんで、まあ、芝刈りは一応2枚入れてます。はい、まあ、そんな感じで、本日はこの最強の、マンティコアさんによる地割れ軸だけ連発ムーブをね、熱していきたいというふうに思っております。できるか分かんないけど、デュエルスタンバイ。ああ、まあ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 、ハンド的には悪くはなさそう。とりあえずルベリオンでチェックしに行きますか、誘発を。あ、ウララはなそうですね、ウララはなさそう。まあ、とりあえずマグナムード持ってきます。で、軸抱きとかいうカードが見えてるのはちょっと一回無視していただいてよろしいでしょうか、皆さんなんだそのカードみたいな持ってますけども、あー、無限法要かな、エフェクトベイラーか無限法要か、その辺かな。あ、ちげえわ、ビーステッドか、ビーステッドくせえな。あ、わかんねえか、まだ無限法要かもしんねえな。ちょっととね、今墓地に、いや、どこ、 V セットか無限声かどっちかだね、多分チェーン的にね。これさ、マスターと言われてチェーンで分かっちゃうんだよね、何持ってるか大体。それがちょっとあれかなとは思ってんだけども、まあ、とりあえずちょっとカオスルーラー出しますと、まあ、ここに飛んでこないんだったらほとんど V セットだと思うんだけど、カオスルーラーとかで、デアノとこか、対象は特殊チューンに打つけど、さあどうする。あー、まあまあまあ、マグナムといいよいいよ、全然いいよ。あ、オッケー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 。無限法要の方がどっちかっていうときつかったと思うんで、はい、いいでしょう。フォクシーチュー5さんでも別にいいや。でマグナム特集でカオスルーラ効果でアスタルトめくれた、強すぎ。フォクシーマンティコはマンティコはめくれて強いな。さあマンティコアちゃんがめくれたのでレベル6を供給することができるぞいいよ。で、とりあえず、神殿のマンティコアの子が軸だけをゲームから除外し自身を特殊召喚、強くねこれそして神殿のマンティコアの効果、
地割れまたは軸抱きを手札に回収することができる。つー強いのか果たして。置きに行った方がいいですね。どうしましょう。ザ・ビーステッド・リベリオンの効果を発動。カオスルーラーを墓地送り特殊召喚。そしてビーステッド・リベリオンの効果を発動。永続系の、楽園カードを置いていくスタイル。そしてとりあえず一回ちょっと召喚するわ、忍びだけど。でどうしようかな。アクセルシングルの方がいいか。忍びネクロとマンティコアでシンクロ召喚。現れろアクセルシンクロ、スターダストドラゴン。絡みつく時間振り切って、忍びネクロの、を墓地から特殊召喚。これ一旦バロネス出すか。忍びネクロとルベリオンでシンクロ召喚。現れろルールとバロネス。そして、ザ・ビーセットマグナムートの効果を発動。忍びネクロを除外して特殊召喚。はそして、忍びネクロの効果と、マグナムートの効果を発動。クラクインはちょっと発動しちゃうと忍びネクロ戻っちゃうんで微妙。はい、いいぞ今のところいいぞ。で忍びネクロをウォッチから、あ、除外ゾーンから特殊召喚していく。一旦8かな。忍びネクロとマグラムートルシンクロ召喚。現れろ天意の竜騎神。そして副楽院の効果を発動。除外された忍びネクロをデッキに戻してカードを1枚取ろう。プイーン強え。なんかエレ強えな。なんか展開力あり余ってるぞこれ。カオスルーラ効果ぞ。パンクと、あ、マグナムート除外しなきゃいけないのこれ。やべミスった。マグナムート除外しなきゃいけないのはちょっと若干ミスった。まあいいや。マグナムートと、フォクシーチューンで、カオスルーラーを特殊召喚していく。で一旦アサルトシンクロの効果発動。アサルトシンクロの効果で自身を特殊召喚。一応照英出したいですよね。照英出したいですね。まあ、照英出しましょう。こことこう一回アサルト墓地送った状態じゃないとな。なんかカオスラが帰ってこないかな。でバロネス効果で破壊しちゃっていいか。あれはマグラムートは、はい。でドルイドブルム効果発動。相手のマグラムートをゲームから除外して特殊召喚で一回天球だな。はいはい。すごいかっこいいシンクロモーションめっちゃ並んでるけどね。で天球からのアサルト効果、カオスルーラ持ってくる。いやこれどうしよう。天意の竜騎神残しとくか、それともタイタンギャラクシー行くかなんだけど。いやこれ多分楽園だよな。でも今ビーステッド入ってるデッキって、まあ、楽園がおもろだと思うんだよね。まあ、楽園かビーステッドしかほとんどいないと思うんだけど。いやこれランク8してるのありだね結構。いやちょっともったいない気もするけど、多分魔法カード向こうにした方が強そうな気がするんだよね。もうちょっと一回、タイタニックギャラクシー組んで爆弾させて、この魔法カード無効にしていこう。まあ、楽融合これで止めれるしね。スターターも止めれるし、まあ、スプライトであってもビーステッドであっても、まあ、多分タイタニックギャラクシーの方が強そうな気がするわ。これで一旦エンドしますか。はい。で手札にはジグダキと。これでこうしてでボッチメタもしっかりとしていくというスタイル。で2体一応 B セットがいるので B セットで2体でと制圧していけると。墓地はね。さああドルドブルムね。はい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 、いいでしょう。まあ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 そんぐらい許してあげましょうよ。まあ言うてこの数妨害すごいですからね。バロネス、タイタンギャラクシー天球照英で B セット2枚なんで、まあ言うて6妨害ぐらいはありますよ。何年向こうじゃないからだけど。
これあればセットやばいかも。あ、それ何それ、やばい、それやばいかもしれない。うーわー最悪、うーきちー、まあ、ドルイドブルームか。いやアルバスがいいんだよな。そうなんですよね、アルバスがね、ちょっとやべ、アルバス考えてなかったわ。どうしようかな、ドルイドブルーム、ドルイドブルームいいか。ドルイドブルームはちょっとこう一回通してサロニアっていいわ。サロニールでドルイドブルーム除外されてで出てくるで、フクラクイン効果と照英効果発動するで、ドルイドブルームを戻してワンドロー。いやきつ、マジで二妨害一瞬で消したのきつ。まあ、召喚剣使ってねしまってるから、召喚剣は使ってしもうてるので、一応これでなんとかなると信じたい。さあ二妨害をカード1枚セットされただけで消されましたけども、ドルイドか、ドルイド出られるときついよね、さすがに。ドルイド出られてリンクスライドされてもきついから、僕サロニールからかな。サロニールからいきましょう。サロニール効果、カオスルーラーを対象に除外して得しようか。まあ、もうカオスルーラーもいいわ、しょうがないこれは。 OK、 で除外で特殊召喚、はい、でドルイド出てこれない。 OK で、うわ持ってんのか。まあ止めるしかないよね、止めるしかない。これ2枚引きだけやめてください、さすがに。純正限カード2枚引きだけは本当にやめて。楽園融合、俺止まれ止まれ、よし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 盤面になって、あと多分手札にあるのはあれですよね、なんだっけ、ドルイドブルームですよね。とりあえずマンティクアの効果とするわ。マンティクアの効果、軸抱きをゲームから除外して自身を得しようが。あらろ新天のマンティクア、どうか。これさ、冷静にかけて毎ターンさ帰ってくるレベル6ってこれ強くね、これ毎ターンレベル6で帰ってくるんですこれ。これ強すぎでしょこれ、このカード普通に強いんだけど、この最強モンスターで、一応ザ・ビーステッティング・リベリオンの効果発動していいですよね、これ。さあサロニールを、リリースしてザ・ビーステッド・リベリオンを特殊召喚、 OK、 そしてサロニールの効果を発動、何らかの、ビーステッドが楽園を送ることができる。これでリベリオンを送っていく。そして一回緊急テレポート発動しよう。緊急テレポーティングの効果によってセアミン出していく。でセアミンの効果発動する前に一回、あ、これパニッシャーでもいいね、これパニッシャーしてもいいな、パニッシャーイズあるな。でこれは結構やべ、時間ね、時間がないのが一番やばいわ、焦るな。ビーステッドが出てきてもいけるようにするんだ。ビーステッドが出てきてもいけるようにするんだ。ここ、ここか。あべ、あ、ルベリオンの方が使うの忘れた。ちょっと待って。ちょっと待って。46秒しかない。で、相手のビーステッドを使わせたいんですよね。できれば。いや、ミス、いや、楽園の獣を完全にミスたな。相手のサロニール除外してもいいし、天球とか除外してもいいんだけど、いや、ちょっと待って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 、マジで、やばいやばい、時間がない。あ、オッケーオッケーオッケー。ドルイド使わせた。ドルイドはね、これ出てきた瞬間に、照英で吹き飛ばすことができるんで、これ大丈夫。やばい、ちょっと待って、はい、バルドレイク。で、照英、効果、フクラクイン、効果。で、フクラクイン効果。ちょっと、やばい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 。時
時間がラスティングなんですけど、楽になさいいでしょう。 OK で回収ね。 OK いいよ、全然いいですよ。 OK これで殴ったかしか、さすがに楽に融合回収。いやこれさ、ちょっとさ、やっぱ300秒って短いと思うんだけど、これ皆さんどう思います？ちょっとなんかエレーさ、爪将棋してるとさ、なくなるんですよね、マジで。ほんとあの NHK 将棋選手権みたいな感じ、必ず一分将棋になるみたいな。うるるおぶれ。やっぱこの毎ターン蘇ってくる新天のマンティコは強ない。いやー弱そうだけど、まあ数は出るか。オーガナンバーもある、リベリオンもある、まあマグナムともある、まあなんかマンティコだけめっちゃ浮いてるけど。マンティコだけめっちゃくちゃ浮いてるけど、ちょっとワンチャンありえそうではあるな。はい、楽園ですかね。オッケー。いやーなんか楽園相手してる強いなと思うし、まあね、ギミック自体はすごいな、優秀だなと思うんだけど、やっぱ戦ってて先行取られて一番勝てねえなって なるのはやっぱスプライトはね。最近はスプライトの先行点が強すぎて、ちょマジで勝てない。だからあのゾウジー通ったら別なんだけど、ウララとかじゃ止まんねえからさ、全然ウララ法要あたりだとちょっとなんかあんま止まんなくて、まあ、法要入ってないけどよ、今回で言ってね。ウララ1枚投げたところで、だからおなんかお前なんかしたかみたいな、ちょっと一回ちょっとアレバス除外したらこれ融合止まるんじゃないか説あるから、ちょっとアレバス除外するわ。これでルベリオンが出ないからミラージェイドまで出ない説、これ融合プラス、まあ、ドラゴンスタペリアは出るかもしれないね。スタペリアでしょこれ多分出るとしても。アレバス持ってんのかい。やべ、計画狂った、計画狂った。アレバス持っとんのかい、アレバス持っとんのかい。持ってるとしたら今のはダメですね。あの持ってなかったら多分今ので除外してあげれば、まあ、ルベリオン出せないし、直接ミラージェルいけないんで、ミラージェル多分出てこなかったと思うんですけど、いや持ってられるとあんまり意味なかったな。手札が一番減ったぐらいか。いやーきつ、いやーきつ。なるほど、まあ獣かな、まあフクラクインかちょっとわかんないけど、はい、いいでしょう。いややっぱね、このザ・ビンセット・ルベリオンっていうカードはね、非常に素晴らしいですね。トラップカードを用意できるのがめっちゃ良くて、やっぱ楽園とかってやっぱ魔法トラップカードに触る人はあんまなかったんですよ、今までは。なんですけど、あのビンセットが来たことによって、なんか永続トラップとか、あの魔法トラップカードに触れるようになったんですよね。それがめっちゃ強いですわ。まあ、拮抗勝負とかは相変わらず効くけどね。無効じゃないから、別に、獣も。OK。まず獣効果を発動、フクラクインを置く、強いな。でアルビオン効果、いや強いな、バリ強いな。水砲か、いや強、まあ、とりあえず1回そうですね、まあ、ドルイドブルームですか。ドルイドブルーム持ってきまして、でまあドルイドブルーム効果発動しに行った方がいいか。ちょっと追放の対象なくした方がいいよね。ちょっと追放だけ無力化しないと、普通にこっちのモンスター吸って融合されると世界終わるから、一回ドルイドブルーム出していくと。でこれでドルイドブルームが墓地に送ることができたりすれば、一応ルベリオンかミラジェイドどっちかはしょれる一応。まず一発ルベリオン効果発動するだろう。でベイセット持ってきたいんだけど、なんかあるない。まあ、バルドレイクか。まあ、ルベリオンでドルイド送るのが先かな、さすがに。こっち先ですね。ドルイド送ってルベリオンで追放あるからミラジェードは送っちゃダメで、ドルイドブルーム効果発動してルベリオンを送る。さあどうする、獣 OK。
いいだろう。獣効果ルベリオンリリースして、ルベリオンが破壊される、まあ、それは OK です。でミラージェイドと何か分かんないカードね。あとミラージェイドと何か分かんないカードで追放は今大丈夫。バリキチーな、マジでバリキチーバリキチー。ねうわ、どっちがめんどくせえかな、まあ、ルベリオンのがめんどくせえか。ルベリオンでいいや、ルベリオン除外したい。これで赤の楽園とかやったらちょっと目も当てられないんだけど、バルドレイクでランク6、あ、フクラクインか、オッケーで、フクラクイン効果。いやーこれでなんかさ、なんかうららとかゾウジーとか引かれるとまずいんだけど、頑張るトレミス、お前にかかってる、行ってこいトレミス、セクリットトレミス、メシエセブンをエクシーズ召喚。これ除外されるよね、多分。これ除外される、されない、え、マジされないの、されないんだ。え、じゃあ戻せるけど、ちょっとミラジェイド君戻ってくれる、なんかしんねえけど通してもらったぞ。おっとメッシーセブン君を舐めていただき様、はい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 、いやいいですよ、これ踏めたのでかすぎる。しかもなんかバウンスできたから一応なんかエンドフェーズワンキル取れなくても破壊はされない。よしで、これ追放もない、実質追放は今打てないから、あとは、いやこれは手札によるけどいけそうな気がする。セアミしようか、効果そう、 OK 取る。でディアノーと、いけるぞいけるぞいけるぞ、フォクシーチーム効果と、フォクシーで、もうマンティコじゃないからポチョク来て、で、ディアノート特殊召喚、で、カオスルーラー出していく。いや、もう相手なんもないんじゃないこれ、妨害。ってことは、あとこれキル取ればいいんでしょ。で、アルベルが墓地行くと、追放撃たれちゃうから、そこだけ注意ですね。で、フォクシーチュー、あ、間違えた、オーガナンバー特殊召喚する。で、カオスルーラ効果、忍びネクロ落ち、あー、忍びネクロか、あー、なるほど、オーガナンバー、セアミン、あ、オッケー、地球だ、来た、いいぞ、非常にいい、非常にいいぞ、これは、これは、マンティコワ君が、マンティコはパイセンが出てこれる、 OK。 そしてパイセン効果発動する、これで地割れ持ってくるこの効果結構強いんだよね。でエクシーズ召喚、ギャラクシーアイズフォトノード、おい OK。 でフォトンロードの上重ねてブレード出す、うわうわ、でブレード効果発動、これちょっとフルアーマード本当は入れだったんですけど、フルアーマードちょっと枠なくて、エクストラにフルアーマードは入ってないです。でこれ追放いった、でカオスルーラー蘇らせて、フォクシーと忍びネクロで、ルーラーでしょ、オッケーオッケーオッケー。で忍びネクロ効果発動して除外ゾーンから持ってくる、いや強い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 。で一旦バロネスですよね、まあ、ちょっと除外されちゃうけどしょうがないわ、ちょっと万が一あの伏せカードがガチでヤバいカードの可能性もあるから、一応バロネス出して、でディアノート効果発動、オーガナンバー見せつけて、オーガナンバー出す、OKOK で、バロネス効果発動で、これどっちかっていうと獣の方がうざいか、獣の方がうざいな、獣破壊 OK で地割れ発動オッ
け、いける、いけるぞ、全員でなければ勝てるバトル、ふん、開幕、開幕は別にいいか、出てきたやつ殴ればいいからいけるな。 やばいのはビーステッドなんで、もし出てきたとて、だから開幕は別にで、アドリビでももういい、出てきたやつぶん殴って3200、2300、2500全部足したら、あ、てかオーガランバーの効果であれ上がるか、打点がで、アルベル効果、オーガランバーの効果発動して打点がアップ、オッケー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 、全然オッケーで、これでビーステッド無効にしてもいいから、バロンですね、よし来たよしまくったぞ、あの最強盤面を、やはりマッチコは最強ほんまか、うおー対戦ありがとうございました、うおー新天のマンティコは最強、新天のマンティコは最強、新天のマンティコは最強、あー、ルベリオン忍びネクロか、まあ中段引けてる分、まあ、まだマシだけど、ちょっとさすがに相撲はなんだこれ、おークレボンスどういうこと、ジャックナイツ、あ、そっか、ギルス確かあれだもんね、純正弦に帰ってきたんだもんね、そういえば確かに、なんかオルフェゴールちょっと久しぶりに触ってみようかな、なんかこれ結構なんかあれだね、今掘ったかもしれないね、オルフェゴールっていうか、なんかジャックナイツなんだな、この人は、ジャックナイツはあれだよな、なんか縦列のモンスター効果無効にしてきたり、縦列の魔法カード無効にしてきたりして、めっちゃうざいっていういう話はあるんですけども、アブラムね、はいはいはい、なるほど、ジャックナイツ界最強モンスターアストラム君じゃないか、マストラムをちょっと処理するのは照英でしか無理なんで、まあ、なんとかして照英で処っていきたいなというふうに思うんですけども、いやこれあれなんだよな、対象取れないとか、破壊されないみたいなモンスターがちょっときついですね、自分の墓地および自分フィールドの表側表示モンスターの中からジャックナイズモンスター8種類を1体ずつ返して相手のようなエクサイティのカードを全て墓地送る、やばいこと書いてて草ちょっと待って、えマンティコア君来たけど、これマンティコア君出せませんけど、そんなことが許されていいの、何その謎のフィールド魔法